バルシュマンチョは、トルコのロック歌手、作曲家、テレビプロデューサー。三人兄弟の次男で、ファーストネーム、バルシュは、平和、平穏や,やわらぎを意味する。彼はおよそ200曲を、作曲や作詞をし、そのうちいくつかは、英語、日本語、ギリシア語、イタリア語、ブルガリア語、ルーマニア語、ペルシャ語、ウルドゥー語、アラビア語に翻訳されている。現代トルコでは、 国民的ミュージシャンと称えられ1999年に心臓発作で急性しているが、トルコで未だ根強い人気のある有名人、スターの一人である。エルビス・プレスリーに影響を受けイスラム圏では、批判にさらされやすいロック音楽をトルコに普及させ、シャドーズのエレキ・インストロメンタルに影響を受けたギタリスト。 エルシン・コライラを6から70年代に起用し、アナトリアン・ロックを確立した。日米英では、知名度から評価は低いが欧州では、高い人気があった。1967年交通事故から重傷を、追い顔面には、傷跡が残りこれを隠すために、髭と頭髪を伸ばすようになった。貿易省の父親は、海外ベルギーに営業別拠点を置き、少年期には、 同地の留学経験から、フランス語が堪能だった。自己療養に、ベルギーで数ヶ月静養している。1980年9月12日クーデターの、軍事クーデター発生は、戒厳令で、集会禁止から公演が限られ1980年代を、通して、音楽活動は停滞し、映像プロデューサーなどの仕事機会を増やした。 ニュースのコメンテーターなどを務める際にはその人気から慎重に言葉を選び軍事政権に配慮する発言が多かったとされるが、紛争とテロリズムには現状を嘆き武力では発展や未来がないことを強調し話し合いを呼びかける趣旨は一貫していた。欧州各地の公演では現地報道機関から音楽とは無関係な 西洋のトルコ人やクルド人の出稼ぎ労働問題、トルコの国内問題など悪意ある質問にさらされることも多く、返答には口調強くムスタファケマルアタチルクの言葉を借りたコメントを繰り返していた。フランスのあるテレビ番組出演で演奏を終え、同様の質問にはトルコリラ紙幣を一枚取り出して印刷された旧石や肖像画などを示して、それぞれの由来などを説明し、 紙幣の解説を終えると、トルコの国内問題と各地の紛争もこの紙幣に描かれた人物や建造物などと同じくやがては歴史上のことになると語り、誇りと希望そして未来ある私たちはトルコ人以外の何者でもない、との発言も残されている。1992年、視聴者が参加見学する別のフランス局テレビ番組に再出演した際、 アノターズの演奏を終えて対談コーナーに入り、毒舌で有名な司会者から、最初の質問を遮って、フラン紙幣を持っていますね貸してください。と切り出した。驚く司会者は言われるまま財布を取り出して、金額を問いただすと、異なる禁止の紙幣を数枚貸してください。受け取った、フラン紙幣裏側に印刷された肖像を指差し、司会者にその職業を尋ねた。 陸軍元帥です。海軍提督と、それぞれの応答に、バルシュマンチョは、あなたたちの偉人や英雄は軍人ばかりですね。と言って、紙幣を返却して、手間に感謝すると、自分のポケットから、トルコリラ紙幣数枚とコインを取り出して司会者と、見物人に示し、このコインには、軍人ケマルアタチュルクの肖像がセ千リラ紙幣には、皇帝メフメと二世が描かれていますが、 他の紙幣には、詩人、哲学や科学者たちが印刷されています。トルコ人は内紛を武器で収めて、野蛮という。この二つの貨幣にあるトルコの軍人と権力者は、手荒い手段で混乱を収め平和をもたらした。現在と歴史上の悲惨な事実は否定できません。続けて、通過リラには、トルコ国民が困窮することもあります。けれども、 紙幣やコインに描かれた人物の築いた石杖が文明に貢献したことを誇りにしています。フランスはどうでしょうか武器を作り続ける。大金はフラン紙幣で回収する。その紙幣やコインのすべてには軍人がいる。軍人たちが背後にある貨幣を使い内紛草を助長する物資を売る国は卑怯な野蛮ですね。 1999年1月31日死去、突然の不法だった。葬儀には数百万人が弔問に訪れ、イスタンブールの管理下墓地に埋葬された。生前から没後も名前にあやかった者は多く、ボスポラス海峡連絡船の一席には1973年建造のメガボルトバルシュマンチョが運行されている。 大の新日課として知られ公式の初来日は1990年の串本町で行われたエルトゥールル合奏難事件100年慰霊式典の参加を兼ねた親善訪問でこの時の交流からさらに好意を深めたという翌年には講述する総価学会インターナショナルの講演で再来日を果たし以降来日を繰り返し1995年には 日本ツアー公演が行われ実況6音版が発売され、公演の他各地では交流の機会を設け、トルコと日本の友好親善活動に尽力している。この日本語番曲や実況6音版から日本ではバルシュマンチョの知名度や人気が高いと一部のトルコ人には誤解されていた。当時トルコではバルシュマンチョの名を知らぬ者はいないと言われたスターだったが、普段は 庶民的で質素いたけだかな態度を見せたことはなく、気さくで控えめに接していたという。ところが、外人に日本人を見つけると、積極的に話しかけることが多く、声をかけられた旅行者などは、後で有名人と気がつく場合がほとんどだったという。観光に飽きた、ある日本人旅行者は、ホテル従業員にバルシュマンチョの邸宅を外から見物することを勧められる。 地区を散歩して、満ちょ低素の門前で、記念写真を撮影していると本人が現れ、日本人と知るとお茶に誘いに邸内に招き入れ、歓迎された。寄宿して進めた、従業員に天末を話すと見ず知らずの旅行者を家に、入れてお茶はありえないことだと言い強嘆されたという。店先で、値段交渉や雑談にはお茶が付きものだが、赤の他人を自宅に招くことはない。 イスタンブールモダ地区ユセフカミルパ社通りにある邸宅は、現在記念館として公開されている。総価学会インターナショナルの名誉会員で、来日講演は、その援助で行われたが、バルシュマンチョは、生涯ムスタファケマルアタチュルクを尊敬した、イスラム教徒で、クルド労働者等のテロなどに胸を痛め民族や、国境を越えた平和運動や活動に共感し、加盟したものである。 バーズマンソミュージアム、ありがとうございます。